こんばんは。こんばんは。あっつい。イベント、バースデーイベント、バースデーイベントでした。今日は来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとう。家に到着したよ。家に着きましたランリーです。言ってよかった。うわ、もうその言葉がね、何よりですよね。何よりですよね。嬉しいですよね。いやー、久しぶりに皆さんに会えてね、嬉しかっちゃ。嬉しかったです。金曜日でよかった。他の日には行けなかった。っていうかさ、土日にすればよかったよね。すごいすごい思うんだけど、土日にするべきでしたよね。アットホーム、あ、めっちゃアットホームすぎたよねなんかリラに見てみんな自由だなって思いましたリラに噛んだ。リラ、いや土日にするべきでしたよね。いや、何が何でも土日にするべきだったなってすごい思った土曜日にすればよかったねんって。なんで金曜日って言ったんだろう。いや、本当は土曜日がよかったんだけど、なんかね、いろいろ合わなくって金曜今日になったんだよね。確か本当ね、来てくれた皆さん本当にありがとうございました。すごいなんかさ、久しぶりすぎてさ、なんか緊張したよね、すごく久しぶりすぎて逆に緊張した。今度は土日に今度やる目処立ってないですけど、土日の方がでもね、圧倒的にね良いですよね。きっとメイク気合入ってたなって感じた。そう、めっちゃまつげ上げたもんだって。今日ガンガンに上げました。ガンガンに上げた。久しぶりにこんなにね、なんか濃いメイクというかがっつりした。お互いぎこちなさ感がすごかった。え、なんかだからさ、ステージ立った時に久しぶりすぎて本当になんかねって感じだよね。
いやでも当分はねないかね。当分はないですね。イベント来年じゃない？またやるとしたら。あんなに一人で話し続けられるのは普通にすごいと思った。何も考えないでさ言っちゃったからさね、なんかねなんかねしか言ってない。なんかでも本当にね、なんか改めてなんか改めてですけど、もっと頑張らなきゃいけないなってみんなに思ってね、思った。とてもとても3ヶ月に1回3ヶ月に1回か、やりたいけどね、やりたいですけどね。なんか生写真に当たり入ってるの家で気づいた。なんだって。インスタにも写真あげる。これちょっと待ってね。え、リラも生写真販売あるの知らんかった。生誕 T シャツだけかと思ってたら、あってびっくりした。なんか帰りにネギシ食べて帰ろうと思ったらさ、なんかもうラストオーダー終わっててさ、何も食べないで帰ってきたからめっちゃ腹ペコ、ものすごい腹ペコ。え、好評でした？写真好評ならよかった。ケーキ持って帰ってきた。ちょっと待って、今インスタあげる。やばい、手が痛い。だから時々開いてみたがる。君を思った夏の青い空。オフ会、オフ会って何？いや次は土日、次やるとする日が来るならば絶対土日がいいなって思ったよね。あとあれだね、月が変わる前に告知するべきですね。っていうかね、黒髪ロングになったんだよ、知ってる？みんな。気づいてた。何食べようかな、お腹空いちゃってる。今日何も食べてない。オフ会って何？オフ会って何ですか？
みんなツイートしたんでいいねとリツイートお願いします。お願いします。こっちの人たちが集まること。なるほど。土日、土日にやりたかったよね、きっとね。そうだよね。もしね、またやる機会があれば土日推奨で。いい感じ？本当に？ロングになった。黒髪なんか一瞬回ってすっごい黒髪にしたくて、でも私その黒髪ロングじゃないと黒髪似合わないんですよね、きっと個人的に思ってる。それで黒髪にしました。そうめっちゃ伸びた。土日なら今日の2倍来るかもね。そんなこと言わないでも。もう私もなんか初めてすぎてチェキ取るのも初めてだったし、なんか初めてすぎて全然分かんなかった。システムがね分からなすぎましたよね。びっくりしちゃった。ケーキ食べようかな。お腹減っちゃったよ。ケーキはね食べずに持って帰ってきたんですよ。てかさ、見てほしい生誕 T シャツ可愛くないね。反省点多いね。そうでも今日でなんかこんな感じのシステムなんだって分かったから、なんかね次やる時があったらね。可愛くない、これ買った、みんな来てた人。多分ねまだねあの残ってるから、多分あのあれですね、あのオンラインストアで販売されると思う、残ってるから。生誕ティーママに送ってって来たけど、今着てるやつしかもらってないんだよね私も。今着てるやつしかもらってない。買いますって。
受ける。買いますって来たんだけど。うわ、土日にやりたかったね。もう これだけ、土日にやりたかったこれだけです。あ、もうあとは満足、本当に。もう本当に本当に久しぶりの人とかもいて、なんかね、嬉しかった。てかさ、最近の悩み言っていい？なんかさ、ツイートするたびにフォロワー減るんだけど、増えるんじゃなくて、もう下手にいらツイッター投稿できない今ツイートするたんびに減る。どういうことって感じだよね。わかんない、なんかね、ツイートするたびに減るんだよね。なんか追記しちゃう、すごいめっちゃ追記しちゃうんですけど私。え、違うの、ツイートするたんびに減るからしれっと消してる。怪奇現象だったらいいんですけどね、怪奇現象じゃないんよな、これが。なんかね、とにかく楽しかった。なんか久しぶりにみんなに会えて、なんかね、すごいね、よかった。なーってめちゃ思いました。ケーキ食べちゃう？え、私さ、ツイッター、あ、インスタ投稿してないやん。ちょっと待って。受けたビンゴは普通最後だろ。エリラさ、順番通りにやったっけな、タイムテーブルの。やってるわちゃんと。ね、てかさ、時計つけてたんだけどさ、ずれてたんだよね、まさかの。時計が
ハッシュタグランディ祝二十歳。あ、アイスね。これこれだ。これこれこのアイスにめっちゃ余ってるの。チョコバッキー、チョコバッキー、なんかセブンイレブンにしか売ってないらしいよ、チョコバッキー。チョコバッキーってやつにね、すごいハマっておるのですよ。これた美味しいから食べてみて、チョコバッキー。今日買おうか迷ったやつ。嘘、マジ美味しいから食べてみて。どこのアイス、どこのケーキか分かんないけどね、リラがね好きなケーキ屋さんのケーキだった。やばいな、ご飯も食べてないのにケーキ食べるってやばい。シャトレーゼのやつなんだ。シャトレーゼにリラ行ったことないんだよね。岐阜のシャトレーゼにしか行ったことなくてさ、わかんないのよ。みんな今日撮った写真かわいいのだけあげてね。あ、やばい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 、寄ってるんですけど、やば。クワテラなんだっけ、なんやばいんだけど、クワテラ、え、やばい。うまっ、やばい、めっちゃより弁してる、めっちゃより弁してる、やばい。何ケーキだろうこれ、すごいより弁してる。もうさ、ろうそくもさつけて持って帰ってきたんだけどさ、マッチもらったからつけようかな、もう一回。めっちゃより弁してるんだけど、やばい。クワトロ、クワトロって有名だよね。ここのケーキは有名な気がする。なんかリラの誕生日いつもここのケーキだったな、ゆうちゃんと一緒に。クワトロ、じゃん、すごいね、より弁してる。よいしょん。マッチ怖いな、マッチ怖いな、きゃー、いやー、怖い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 、ね、怖い、やだ、怖い怖い怖い、マッチ怖いよ、マッチ怖いよ。あっちゃ、ねー、マッチ無理、マッチ無理、やばい、これも早くやんないとローが溶ける。え、マッチ無理なんだけど、どうしよう、早くついて早くついて早くついて、あっちー、よし、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリーラー、ハッピーバースデートゥーユー、リラおめでとう、二十歳。一人でケーキ食べるの寂しいな。リラおめでとう、おめでとう、ランディ、食べるか。いや、マッチ使わんからさ、わかんないのよ。ランディおめでとう。ここのケーキ本当に美味しい。
ただきましゅ。うん、うん、うまし、うまし。マッチは横にして使うと、あ、マッチって横にして使うものなんだ。理解。うまし、うまし。うんうん、タバコ吸ったことない。死ぬまで吸わないと決めてる、タバコだけは。全部食べちゃうの。全部食べない、全部食べれないと思う。明日食べようかなって思いますね。だからまた、お酒も飲まないあんまり。酒も飲まにゃいね。好きじゃない、味が好きじゃない。どんなものか一回を経験してみるのはいいと思うけど、え、嘘。なんかは、なんかさ、タバコって1回目ってだって美味しい、美味しい、タバコ吸ってる人って美味しいから吸ってるの、なんか癖なの。どういう感じなんだろう。でもさ、初めてタバコ吸ってもさ、美味しくないって言いますよね。なんかめっちゃむせるって聞くけど、味覚がおかしくなってうまく感じてくるんだ。やば。リラちゃんデイジーかわいい。ルチン。だってさ、毎日吸う、毎日さ、一パック吸うとしてさ、タバコって500円するじゃん。1万5000円かかるの、タバコ代に。高くない？100害あって一理なし。なんか電子タバコ吸ってる人とかもいるじゃないですか。それとはまた違うの？
タバコと電子タバコって。年間20万はタバコでかかるよ。やば、そんなかかんの。でもさ、電子タバコに吸ってる人ってすごい甘い匂いしないですか？そう、電子タバコってめちゃめちゃ甘い匂いがする気がする。この人に害がないんだ。あ、確かに煙とか出ないからか。いろんな匂いあるんだ。フレーバー付き。やばい、もうお腹いっぱい。タバコの電子タバコも吸ったことあるけどハマらなかった。それが一番だね。それが一番だ。喫煙部屋あるよね、ホテルとか。タバコの匂いめっちゃするホテル。私はなんかそんなそこまで気になんないけど、入った時はうわタバコじゃんって思っちゃうよね。確かにタバコってやめれない人多いですもんね。タバコの人からタバコの匂いが悪いのか。タバコ吸う人でも他の他人のタバコの匂いも嫌だったりする。へえ、あ、なんか嫌なもん。だってタバコってめっちゃ種類あるよね。すごいね。やっぱりみんなが知ってる話だとコメント欄が盛り上がるな。アマゾンで電子タバコ買ったんだけど、液がアロマオイルみたいだった。なんだそれ。でも吸ってた人って嫌になるもんなんだね。タバコは吸いたくないな。なんかいくら人との付き合いとはいえ吸いたくないな。タバコ吸いなよって言われても、いや大丈夫ですって言える人間じゃなにならないとね。ちゃんと おいしょっと。
ね、今後あったりとかしたらする場面がね出てくるかもしれないじゃないですか。明日か明後日バター牛タンカレー作り配信しますね。もうね、甘い甘い、お腹がいっぱい、甘いのでお腹がいっぱいだから、甘いのはもうとりあえずいい。いや、なんかね、この前ね、バター牛タンカレーっていうやつを作ったんですよ。あ、もうご飯買ってない。バター牛タンカレー、めっちゃ美味しくて、すごい美味しかったバター牛タンカレーが。玉ねぎ高くなってんの？外のご飯美味しいよ。あ、そう、この前で配信で作った、そう、作ろうかなって思います。この前のバター牛タンカレーはご飯なしで食べたかな。ご飯なしで食べた気がする。サフランライスってなんだ。青森に味噌カレー、牛乳ラーメンあるよ。わりら、牛乳苦手なんだよね。今度みんなに作って振る舞える時あるかな。やばい、低かった。低かった。取れた。なんかミルク飴とかは好き、なんか牛乳があんま好きじゃない。飲み物の方の牛乳がね、そこまで好きじゃないですね。なんか苦手だね。何かなぜか苦手だね。ココアとかなら好きなんだけどね、だから牛乳単体だとね、あの苦手です。牛乳単体だとダメだね。眩しい。コーヒーがね、あんまりね、飲まないからね、コーヒー牛乳も飲まないね。生クリームは好きで。ごめんね、また明日、また遊べるといいな。
ピンだよこれ、ピン止め。黒髪にしたけどどう思います？痛い痛い痛い。黒髪にしたけど、でも黒髪の方がいいって言われたな。ショートだったじゃんリラ。伸びたけどどっちが好きなんだろうね、みんなは。ショートとロング、金髪好きな人多いよね、なんだかんだ言って。ダンディの金髪好きな人多いですよね。なんか顔が締まって見える効果あるよな。でもね、ロングだと思うさ、ロングだからだと思う。みんな写真あげた？リラ何でハッシュタグあげよ、あげてって言ったんだっけ？忘れちゃった。ハッシュタグリランチとハッシュタグメダットリラ生誕祭だけ、するよ、ありがとう。ハッシュタグリーザードリラお、みんな可愛く撮ってくださってますね。なんかツイッターにあげるのやだなみたいな方は DM に DM でもいいから送ってくれたら嬉しいでちゅ。半分以上失敗だとかしてた。あ、半目とか、半目とか出ないでね。今週のトールとカールアリラ出ないよ。出ないと思います。来週、再来週は出ないです。来週、再来週ランリーは出ないかな。ちょっと隙間、まあ、トルトカールね。
なんかさ、あの BS のさ、 BS とテレビをつなげる線をいただいたんだけどさ、そのサイズが合わなくてリラまだ BS を見れてないんだよね。見れてないのよね BS が。来週のトールとカール何なんだろうね。いや、すごい届いてない。今日バカリズムにハムでるよ。バズリズムでしょ。いや、YouTube に上がってんだっけ？公式ですか？上がってるんだっけ？すごいあくびしちゃった。上がってるんだ。チュルチュチュルチュルチュチュルチュルチュチュルチュチュンチュンチュンチュ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 めっちゃ食べてねリラ。だからなんだって話じゃなくて、なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃらわだかまり、だからなんちゃらかんちゃらかんちゃら、何を今さら語ったとこで、二人の家計合格完了なんてらんからんたら、うー全然歌詞がない。あ、キスバイエイト見に行ったよ。そういえば見に行った見に行った。昨日行った昨日。昨日行きました。昨日のんのんいたね。どこに？あ、そう、ナルタオのロミジュリ見たよ。見た見た。めっちゃ面白かったキスバイエイト。サヨナが。サヨナがおもろかったね。ほんまサヨナめっちゃおもろかったね。うん、一番1階席の一番後ろに、真ん中の席の一番後ろに座ってた。
猫のやつ、あ、さよなら猫のやつ。かわいいよね、あれ。セリちゃんと戦うやつでしょ。あね、聞いた、なんか終わった後にちょっとだけあったんだけど、ちょっとだけあったんだけどね、あれアドリブって言ってたね。あ、健康ラーメンのやつもおもろいね。健康ラーメンも好きよ。キスバイトも当日券ないか。平日行った時当日券あるって言ってたけども、そっか、だって土日でもう千秋楽だもんね。ないか。絶対見に行った方がいい。あれはめっちゃ面白かったね、キスバイエイト。なんかリラが行った時は意外と3時間ぐらい、開演時間3時間もあってびっくりした。なんかと思って、明日はあるかも、当日券。配信やるんだ。見に行った方がいいよ、絶対。何も言ってない人は。面白い。キスバイエイト。2時間半、なんか3時間、3時間も行ってなかったけど、3時間ぐらいあったよ、昨日は。よかった。全部大体約3時間だよ。3時間なんだ。面白かった。凪が可愛すぎた。あのなんとか彼氏の凪ちゃんが可愛すぎたよね。もう凪ちゃんって心の中でめっちゃ言っちゃったよね。休憩なしの3時間。あ、そうだ、アンドロイド彼氏。マジでナギちゃんのあの男装はね、可愛すぎる。あれは、あのナギちゃんは可愛すぎるよ。もうおばさん気絶しちゃいそうになってよ。そう、ヒロとね、ヒロとナギちゃんがレンタル彼氏の役でヒロトくんっていう役をしてるんだけど、めっちゃ可愛いの、ひろとくんが。もうひろとくんの性格はちょっと難ありなんですけど、ひろとくんがもうね、もう可愛いのよ、もう本当に。ゆうちゃんがね、もう本当に。平日多いよね、特典。だってパンフレットとかなんか嘆き室なんたらかんたらとかもあるんでしょ。あったんでしょ。なぎちゃんなんかもう全体的に可愛い。なんかさ、ぎょうちゃんがさ、なんか先生になって古文の授業する時のなぎちゃんも可愛かったし、昨日はねキスまで100マイルをなぎちゃんがセンターでやってたんですけど、そのなぎちゃんもすごい可愛かったし、何ですかね、なんかもうとりあえず可愛すぎてダメですよね、本当に。なんかもうね、なんだろうね、なんなんだろうね。自分が男だったら凪ちゃん彼女にしたらもう自分が男だったらね。でもね、絶対なぎちゃんはね手に入らないんだよな、きっと。自分が男でもね、なぎちゃんは手に入んないんだと思う。
とりあえずね、かわいい。やばい、今日早起きしたから眠たい。ミスド買ったんだよね。眠りそうだからミスド食べよう。マジでナギちゃん可愛かった。男装しても可愛いってどういうことよ。ティッシュ買わないと。ティッシュがないんだ。しかもナギちゃんから LINE 来てた。今日ランリー昨日舞台見に来てたんだねって。可愛いかよ可愛いかよ。誰から聞いたんだろう。サヤナから聞いたんかな。サヤナとナルにだけ会ったんだよね昨日。あと蜂のやつもカレンちゃんがツボだった。楽屋行ってないから、あみんなに会ってない。マジでカレンちゃんがツボすぎて。カレンちゃんのなんだっけ、あのリーちゃんだっけ、なんだっけ、カレンちゃんおもろすぎたな。あ、B ちゃんか。ヒダヤもビーちゃんやってるの？あれカレンちゃんとヒダヤなんだ。ビーちゃん。ヒダヤ楽屋芸人だからな。ビーちゃん、カレンちゃんとヒダリとも、ヒダヤ絶対おもろいだろうな。リュウセイ君も出てきた時笑っちゃったよね。カレンちゃんの B ちゃんは本当にハマり役すぎてびっくりした瀬奈の舞台見に行った時に、瀬奈が主演の舞台見に行った時に、不倫のやつ先月か先々月か、カレンちゃんも出てたけど、ああいう役なんかハマっててすごい面白かったです。あ、そう、2番目でもいいの。今ミスド食べてる。もうお腹いっぱい。甘いのお腹いっぱい食べれない。ティオレさんもハマり役すぎてめっちゃおもろかった。あの不倫の舞台は
今日は寒かったの。最近朝に目が覚めちゃうんだよね。もう目覚めるの朝に。今日は朝から起きてるからね、眠たい、眠っちゃいそう。なんか最近ねぐっすり寝れないの、目がちょいちょい覚めちゃう、覚めちゃってね。でもね、すごい時間帯に寝ちゃう。運動、散歩するけどよく、運動っていう運動はしてない。8時早いですね、私的には。早いかな。かな。もうこういっちゃいそう。明日か日曜日は料理配信しますね。クックする、クック。ということでね、この辺でねランキングを見たいと思います。13位ちひろちゃん、ありがとうございます。そして12位がかねっちさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がとりおやじさん、ありがとうございます。そして10位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして9位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がラピスさん、ありがとうございます。そして7位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がクロケンさん、ありがとうございます。そして5位がチョロさん、ありがとうございます。そして4位がサルキチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がブキニアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでね、皆さん今日もねイベント、足を運んでくださった皆様本当にありがとうございました。とても嬉しかったです。みんなの顔久しぶりに見えて、なんか本当に頑張らないとなーってめちゃめちゃ思った一日となりましたね。なんかお仕事とかでね今日行けなかったよみたいな方もいると思うのでね、また次やる機会があれば今度は土日で土日でできたらなっていう風に思いました。本当に来てくれたみんなありがとう。ということでランディはちょっと眠たランディになってしまったので、もっとね明日か明後日か配信します。ということでこの辺でおやすみなさーい。バイバーイ、ありがとう、おやすみん、シュミシュミン、おやすみん。